RAID シャドウレジェンズは基本プレイ無料のモバイル、PC ゲーム。イスラエルのゲームデベロッパープラリウムゲームズにより開発及び提供されている。RAID シャドウレジェンズはターン性のファンタジー RPG でガチャ要素も楽しめるゲームとなっている。物語の舞台はダークロードシロスに支配された架空の地テレリア。 プレイヤーは死の世界から復活を遂げた、イニシエの戦士となって、ダークロードを撃破し、テレリアの地に平安と調和を取り戻すべく戦う。また、プレイヤーは兵を組織し、敵や仲間となり得る者たちが支配する、城や砂漠、ダンジョンや古代神殿で戦いを繰り広げる。さらにゲームプレイを通し、過去の戦士の魂が宿る、石を集めていく。 石には4つのタイプがあり、それぞれに様々な能力が秘められている。本作には重厚なストーリーのシングルプレイキャンペーンが用意されており、全10人のレベルで構成されている。キャンペーンはマルチプレイヤー要素と密接に連携し、ランキングにも反映される。ゲームの脚本には、ポール CR 文句を迎え、ダークファンタジーの世界観にリアルなキャラ描写と、 西洋アートが余すことなく盛り込まれている。RAID は多くのメディアで高評価を受けている。ポケットゲーマーでは超高画質、美しくレンダリング描画されたキャラクター、新しいプレイヤーにも優しいゲーム設計といった評価を得ている。しかし、同時に強気なマネタイズ戦略にも注目しており、全出のポケットゲーマーの記事内で、 ゲームはいくつもの層で構成されており、プレイヤーの課金欲をこれでもかと書き立ててくると紹介された。ガメゼボでは、これまで慣れ親しんだアニメスタイルのビジュアルを、よりリアルかつダークファンタジーの世界観で実現。同ゲームジャンル史上、最も洗練されたバトルアニメーションとエフェクトで、これまでにない最高のゲーム体験を提供していると称賛された。しかし、 同期時内でもマネタイズよりの運営を批判しており、実際に課金してアップグレードを購入しないとゲームの進行に行き詰まるだろうと指摘されている。ブルースタックスのレビューではアニメーションが本当に素晴らしい。同様のゲームでは見たことのない高品質を実現しているとし、ロード・オブ・ザ・リングのように、よりリアルな世界観でファンタジーバトルを楽しむのが好きなプレイヤーは、 RAID シャドウレジェンズを心から楽しむことができるだろうと記事を結んでいる。ありがとうございます。